日本埼玉県所沢市並木並木は埼玉県所沢市の町名。1丁目から8丁目までが設置されている。郵便番号は359-0042。所沢市中央部に位置し、並木地区に所属する。面積は契約3.05平方キロメートル。周辺の北原町、若松町、小渕町、東新井町、西新井町、北有楽町。 北町、弥生町、三原町、中和来と隣接する。かつては一帯が所沢飛行場であり、戦後はアメリカ軍に接収され、基地となっていた。1971年に6割、1978年にさらに1割は返還されたものの、現在も在日米軍所沢通信基地として町内に残っている。返還された跡地には、 所沢航空記念公園を筆頭に、高団住宅や学校、観光庁が作られ、市役所も移転し、整然とした街並みとなっている。町長別の面積の内訳は以下の通り。2017年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。並木地区の色分けされた自転車道。 歩道並木4丁目5丁目などの北部は、隣の新所沢駅からの方が近い。町内を運行するのは、西部バス及び、所沢市内循環バス、所バス。町域内のバス停は、以下の通り。所沢航空発祥記念館、所沢ミューズ在日米軍所沢通信基地、防衛医科大学校国立リハビリセンターがクイムネ。ありがとうございます。